横手、横川山、横川山の、馬頭観音ですね。馬頭観音を過ぎると、これは横川八段目ですね。この横川というのは岡谷の風景としてかなり、山荘が咲いてますね。岡谷の水源として都内の味合いを占めています。水量も、ね、結構あるんですね。これがずっと諏訪湖までずっと通りですね。で、一つ目のところで、横川の滝、貝石滝伝説というのがありまして、これがちょっと多いところにあるんですけど、気をつけてください。スニーカーじゃないと絶対無理でした。この言われはですね、横川山の石ですけど、周囲が約20メートルあるんですけど、不安の神社を建てるときに、要するに石を割ったときに、黒い煙が立ち上って、お姫様の姿になったそうです。そのときに、お姿になったときに、里に下るのは嫌じゃーと言いながら、山の方へ登ったと言われていて、そこの中、石が泣き割り石という感じですね。まあ高島城を建てるときに、とかあとは裏の大社の方の石として使おうとしていたそうなんですね。ただこういう割りが、今、たっぷり割れてますよね。こういうふうにバトルファンですね。こちらには、ガスが。で、たっぷり使うんですよね。で、嫌じゃん。たっぷりは嫌じゃん。っていう話なんですけど。本当に結構大きな岩、石とか岩ですね。こっちから見ると、丸みを覚えた部分が雨で積もるのかと。これがかっこいいですよ。姫様が見えたということなんで、あれですね、本当にそういう話だと、こっち側のロマンを感じた話ですね。本当に20メートルぐらいはありそうですね。かなり大きなんですね。で、石に関しては、他にも諏訪大社のパルミアの石ですね。パルミアの石。で、万事の石作るときなんですけど、それも、実は最初さんに使おうと思って飲みを入れたら血が流れたとかいう話で、それを説明してみたという話があります。まあ、中継としては先の
こう滝を眺めながら、まあ、こういう建設があったんだなぁという感じですね。確かにあの何をね建てた跡があるんですよ。何を建てた跡、それがあったんですよ。こちらの方も、ちょっと当たりますね。あの実にそこの空洞のところにあのあれの金属製のものを立てて、まあ、ハンマーでガンってやるんですけど、その後ですね、こことここが要は合わさってたら、これが下がって割れた時に。白い煙が出てきた。